どうもロッシングルです。ボーダーランドプレシークエール武器縛り&ノラプレイヤーとボルタンティングやっていきましょう。今回もボロット軍団ってなんだ、それマジンガー Z のあれやがなロボット軍団を作ろうですね。いよいよ工場まで来ましたよ。で早速オルガナうえくれ、おっとうら当たれ、当たんねえな、なかなか難しいか、こいつは。おっと、うえ破裂しろ、うらこんな当たんない、おとなしく死んでくれ。うわスナイパーと違ってほんと当たんねえな、レーザーは。うえもういっちょ、もういっちょ、うえそのシールド溶かさせてくれい、うえうえ当たんね、当たんね、当たんね、ほほんクリティカルやろう、これでも食らえ、ウィーもういっちょ。あーこの距離が適正距離っぽいですね、残念ながら。これはなかなか当たんねえ、オルガナうらいだこらこら、ううダメージきつい、ショットガン、ショットガン食らってんのに君すごいな、マジか。うわお、ここについてはよく知らないが、まったくガラクタ置き場みたいだな、本当にまともなものが作れるのか、やば、ショットガン弱え。こんなありさまになってるのはスキャブの仕業です。まずは主電源を回復させるためにブレーカー室へ行ってきてください。きち、強いよ、強いのか、それともいろんなところにあるガスを僕が爆発巻き込まれてただただ食らってるだけなのか、両方か、それとも鍵がかかってますね。あれ、うん、あの窓を通れるようにできませんかね。窓カバーが下ろせれば。いや、ボルトハンター、あっやろう、失礼な奴らだ、失礼な奴らだ、死ぬ、冷気に弱いから凍らせてから砕いてください。ちょっと誰かクリオダメージで待ってさっきもこれか、てめえら一発の重みは違うぜ。どうなんだい、うわ縮むだと、全員縮ませてやろうか、氷のつぶてでな、ほら落ちろ、砕けろ、氷の塊になっちまえ。だよーん、どっから撃たれてるん、そっちね、あれ、よっとそこ君凍ってんの、うわっ、こばっ、こいつドームだ、なんていう機動力。ブレーカーはこの部屋のはずです、オンにしてください。おい、これを、痛い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 、でも電気は復旧したみたいです。ああ、水に電気を流したの、進歩の音だ、世界を救う日にまた一歩近づいたぞ。僕ばっかなんか損してる気がする、せめてお金で援助してほしい。こんなこともあろうかと、もう工程は設定してあるんですよ。でもセキュリティロボ、ちょっと待ってね、武器を今変えます、ショットガン弱えな、しかし部品を調達する必要があります、自分でやるのは無理でした。つまり頭でっかちの腰抜けというわけか。ああそんなところです。ディスられてんのに優しい。のんきなのかな。ルームの上の保安オフィスに戻ってロボットを呼んでください。保安オフィス。スキャブも一緒にやってくるでしょうから。お気をつけて。何？セキュリティロボットを招集。目のパーツを集める。はい。これでどうですか。スキャブどもが来るらしいが。目を確保するには破壊する必要があります。え、わっと、でなんだなんだなんだこいつ、うら全然壊れない、全然壊れないよどうなってんの、ウィーマッチでしんどいな、どうしよう、ウィー弱いなこの武器、
結局こういうシンプルな武器が一番強いってわけね。そういうことだよな。ほらガンガン行くぜ。ダブルグレネード、ダブルグレネード方式であなたをしっかりと溶かす。はーん、まだいる？あれもか。うれ、わはおん、ほれ凍るがいい、ほれ凍りなさい、ほれ凍りなさい。目ん玉か。オッケー、よし、いろいろちょっとかき集めて、そこにある変換器に部品を入れてください。変換器、原材料が誘拐されて目の試作品ができます。ほう、目の変換器、よくわからんな。そんなバカげた装置は聞いたことがない。なんだって連中はそんなものを作った。連中ではなく僕が作ったんです。長い間このラボで試作品を制作する準備をしていましたから、これはものすごい実験技術ですよ。本当か。目をここに入れて、僕の努力がついに報われる時が来ました。目だけを作る機械、我々は歴史の目撃者です。どういうこと、誰も役に立たないだろう。お、できそう。チュイーン、あ、これが新目、おニューの目だ。よくわからん、その感性。科学者は頭がおかしいな。手に入れないわけにはいきませんわ。手に入れないわけにはいきませんわ。部品を胴体につなげましょう。あとはボディだね。目はオッケーだからってことね。下、うん、これか。掛け金を外せば開くはずです。よいしょ、すげえ、よくできてるよね。あ、これがそのロボコンストラクター。一歩で完成というところに奴らが現れたんです。これがあれば相手が誰だろうが何だろうが十分戦える数のロボットを生産できますよ。うわぁ、おぉ、これは悲しみに暮れた。懐かしいね、2でほんと苦しめられた。マジで遠近両用の超最強ロボだよね。このコンストラクターは複雑な機械をあっという間にデジタル生成してくれます。さあ今度は胴体をクレーンに積んでください。クレーン、クレーン、あ、あれか。ここにクレーン装置の、ああ、コントローラーがあるってわけね。ほい、クレーンよ、コンストラクターを運んでくれ。教授は僕には何もできないと言ってたけど、ここでこのコンストラクターを破壊しておいたら2の歴史はなくなるってことね。そしたらローランドも死なずに済んでアベンジャーズみたいになってきたな。過去を書き換える。その私をコピーすればいいんじゃない。ちょっと時間はかかるけど。 AI をコピーするの、凄まじいデータ量だろうな。その方が安心するし。ビビってる。どのくらい安心なんだ。脳外科の手術と脳のスキャンぐらいの違い、よくわかんねえ。うん、考えておこう、考えておこうかな。オン、いいですよ、順調です。あとはタレットを取り付けて。うわ、タレット出た、トラウマです。マジで強いこのタレットがね。よし、オッケー。この奥ね。ほい、タレットの射撃練習場へ向かう。お、武器箱だ。ほほう、いいものあるかな。テディオール、テディ、テディ、テディオールが一個もねえ。テディオールが一個もねえ。タレット、あ、これか。いや、それには及びませんよ。もっといい方法があります。どういうこと？うわっつ、なんだ？なんだなんだなんだ？スキャブを死なない程度に痛めつけて。あ、そういうことね。タレットがやります。じゃあ好きにやってもらっ、やってもろて。やってもろて。やば、あいつ凍るからすげえ簡単に。敵を倒すのはあなたじゃなくて、現在タレットの命中精度は 50%。 ちょ、タレット、タレット撃ってください。へい、へいへいへい、わっち、シールドが溶けちゃう。全然、なんだこいつ。やりました。あ、オッケー、じゃあさっさと。あなたも来てください。待ってて、ちょっと待っててね。こいつ、なんや、なんやこら。お前らはとりあえず死んどけ。痛い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 。倒した？まだか。ほい、ふう、
OK OK。 ちょっとお金と玉と。しんど、なにこれ、すげーしんどいんだけど。タレットセッティング、もう少しです。まるで傭兵記念日だ。みんな傭兵記念日のことを言うよね。これが私の新居。わお、引っ越すのに勇気がいるな。なかなかグロテスクな見た目になってきたな。私は別の研究室にあります。パワースーツの実験機に取り付けられたままなので。へえ、なるほどね。パワースーツのレギオンどもがよく着てるパワードスーツの下半身をこいつにつけたんだね。さあ行こうかな。私がパワースーツを乗っ取って足を取り付ける先まで歩かせるってのはどう？そりゃいいね。その方が楽じゃない？お願いしたい。平安ですね。やりましょう。あなたも練習が必要です。やってくれたまえよ。さてこれか、あいつらのアーマー最新式だね。シールドとショットガン持ってるぞ。接続して。これめっちゃ強いじゃん絶対。ほい、よろしく。あ、強いわこいつ。この体変な感じ。レベル19、僕じゃ勝てないですね。人間ってこんな感じなの？そうだよ。こんなの最悪。二本足怖いだろ。君の力を見せてくれ。頼むぜ。援護するからさ。のっと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 。うわ強っ。うわ血だらけになっちゃった。すごい。ほいほいほい。ちょ、援護するって言いながら全然全然楽しくない。そのようですね。どこどこどこ。わあ、まだ来る。まだ来そうだね。うわー、パワードスーツ。うえ、もう一丁グレネード。うわー、ミニガンやば、恐ろしい。うわー、パワー不足。これか、やっぱこれか。うえうえ、うら、一撃で死なないのがきつい。マジできつい。どこだ、そこか。うえ、ほほう。なんかスキンをゲットしたようですね。新たな。スキャブどもをミンチにしたら。いいね。私がやったのに。そう、そのひき肉はあなたがやったのよ。水の中の涙のように消えていった。あら、ポエム。ポエマーだ。美しいポエムだ。泣けるね。泣けるね。私を見るなり襲ってきたわ。人間って話し合いもできないの？やばい。人間が嫌われつつある。あ、レベルアップしました。ちょっとレベルアップしようかな。ここで裏でね、パーッといきましょうか。打つたびに氷属性でライフが上がるやつ、これだね。やっぱあの人にも数が入ったかもしれないのに。いいよそんなこと。スキャブにそういうのはいいから、そういうのはいいから。ウエー、ボケろ、しびれとけろ。あ、ゲッツン。あー、一瞬で溶けた。パワーアーマーやばすぎる。触りたくない。お、到着だ。これどうやんの。爆破の準備ができたわ。おっと、みんな下がって。自爆。完璧です。フェリシティさん、ハンターさん、制御装置で胴体を足のところまで下げてください。あん、足だけ必要なのね。今のところガウォークですね、マクロス。まあ間違いなく強いだろうな。接近戦は蹴りかな。まるで獣だわ。あなたがやったこともだよ。あとは診断室でハードウェアチェックを行うだけです。 AI のコアになるフェリシティさんのインストールもそこでできますよ。ここで突破できへん。いけないです。私殺すのは楽しめそうにない。やっぱり私心優しい AI だ。俺だって人殺しは好きじゃない。嘘つけ。おめえは嘘ついてんじゃねえ。あれ、いけない。くそ、スキャブども、うぜえな。どうすりゃいいんだ。どうやって、あと、ん、あ、これか。ほい、よろしく、どうぞ。ほい、オフィスにある制御装置を使ってください。うら、これはね、ギアボックスならではの特典で、なんとね、
シフトっていうギアボックス、通形か。まあ待て待て、これ作った 2K というチームがシフトっていう、自分たちのコミュニティサイトを持ってるんですけども、そこでゴールデンキーがあるんですよね。あの杖武器と交換できる、それをねあのいっぱいゲットしてるんで、またゴールデンキーでいい武器と交換するっていうガチャをやりましょう。あれよっと、なんだここは、ボス戦が近い匂いがするぞ。接続する、どれどれ、これボスボス戦っぽいぞここ、フィールドが怖え、マジ怖え。大丈夫なん、どれですか、これか、ここにフェリシティをセット、セットしたけどどうなる、フェリシティ、どういうこと、ごめんなさいごめんなさい、ああフェリシティの自我の戦闘部分以外全部壊していく、まさかこれは敵になるな、わあ。ヒーフェリシティランパントラムパントかな、うわやる気満々、勘弁してください、どうやってどうやってレーザーやば、うわーすごい、やる気満々じゃん、くわっ、どうやって壊すの、うわうわ突進、接近戦もお手の物ってわけね、やばいやばいやばい、なんかなんか出してる、なんか出してる、オッケー、ラブリーフング、いやこれは強い、マジで強い、よいしょ、ミサイルかこれ、やばい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 、あれ壊そう、あれはマジで壊そう、ウィーいて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 、ほい、たまたまグレネードグレネード、にゃーくそマジか、しんどー、ちょ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 、ドローンはマジで、おのれ、オッケー、ほらやっと、つえーマジでつえ、いや強い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 、どこに引っかかってんのかわからんけども、ただひたすらに強い、うわー、ちょ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 、これセカンドウィンド用ロボットでしょ、やめとこう、うえー、いや強いな、おいよいしょ、ふんくふん、グレネード、どうなん、グレネードの味はどうですか、してください、お、倒せる倒せる倒せる、まだグレネード、グレネード、グレポンが欲しい、グ、うわか、かか、かきついきつい、ちょちょ黙って黙って、こっちの味方に、うーわこれはそれやばい、やばい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 、こいつなぜ俺たちが攻撃されてる、グラントストーン、もうよいしょ、オッケー、頼む、さっさと、やばい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 、ドローンは、ドローンだけは残しといちゃいけないんだ、うわおー、ミサイルやば、えぐー、いや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 、ほい、よいしょ、グレネード、グレネードはいっぱい持ってくからね、あーでもレッコゼロになっちゃったやだよやだよ、もうちょいもうちょい、くーくそ、やばい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 、うい、もうちょいでスキルが、スキルが目覚めるからさ、スキル発動、よろしくどうぞ、
これで回復しつつ、よいしょ、くぅ、それは破壊だ。いて、ドローは破壊。よいしょ、ほら凍って、あら、あらあらあら、あら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 、あら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 、壊れるかな、さすがに壊れるかな、壊れない。お、これは倒したと言っていいんじゃないでしょうか。今のうちこっそり、こっそりね、こっそりね、バレないように。やれやれ、手が分かったな。やれやれ、少なくとも見た目は手が分かった。マジで強い。さあこいつの力を見るとしよう。一周目でこの強さはやばいね。最初の難関って感じ。 AI ついに死んでしまった。フェアリシティ、そんな仲良くもなかったけど、まあまあ、悪くはない。お、だが見た目は重要だからな。もっとこう派手さが欲しいな。ほうほう、ハイペリオンイエローで行こう。きたー、了解。いよいよハイペリオンイエローに染まるってわけですね。ロボットがちょっと記念すべき日なんで見ておこうか。そうそう、うわー、なった。どうだよこれ、素晴らしい。あ、なんかいろいろ、うわ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 、ちょちょちょ、もちろんだ。考えてくれ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 、決めなきゃいけないことがあったぞ。メモしておこう。ありがとう、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 ありがとう。かっこいい名前と色を考えると。コンストラクターでしょ。もう準備はいいだろう。目視のところに戻って。いやー、強かったーこいつ。やばい、やばすぎた。目的は果たしたけど、果たしてこれは正義と呼べるのだろうか。フェリシティという一つの自我を壊してしまった。ただいま。いよいよ戦争始まる予感がするけど、いいのかな、いいのかな、本当に。えい、ジャック。お、来た。これからが面白いところだ。東部かい。372の332。なんで道具なの。もういいや、売るから、いいや。特別な時代に備えて。チャプター7、楽しい我が家。今がその時よ、持って行って。お、何、モクシーのおもちゃ箱は改める。あれか、え、これ開けていいの。武器、武器、きたー。モクシーの、モクシー印の、モクシー印はだいたいマリワンなんだよね。売るしかねえよな。あー、めっちゃ悲しい。ヘディオール1個ぐらい作ってもいいと思うよ、モクシーさんよ。はい、てなわけでメンバー勢ぞろいですね。タイミング信号は停止した。ロボット軍団も手に入れた。お、今こそヘリオスへ戻って、いよいよヘリオスに戻る戦争が今始まる。どうだと、私も同行してあなたたちを支援する。ありがとう、優しい。この快適な酒場の中から一応ね、ワンクリアしてきた最強の2人だからね。向こうがどれほどやばい状況になっているかは分からん。ジャックのことをまだ信用してるのが悲しいな。さあ、おお、まず俺たちが先行するから後から。やる気満々。はい、というわけでじゃあ今回はこの辺で終わっておきましょう。いよいよヘリオスに逆襲、カウンターアタックが始まるわけですね。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回お楽しみに。アリベデルチ。